東京砲平交渉当時水道橋方向から赤レンガの砲平交渉を望む砲平交渉前東京砲平交渉は日本陸軍の兵器交渉である1871年から1935年にその機能を小倉交渉に移転するまで創業し小銃を主体とする兵器の製造を行ったまた観光庁や民間の要望に応えて 兵器以外の様々な金属製品も製造した。1870年3月3日、工部省に造兵士が新設され、同年5月13日に大阪城青薬口門内中寺切り元番所を仮城として事務を開始した。大阪工場は芋の城、鋳物場、火事場、機械場が6月から、加工所が10月から創業を開始した。明治4年7月、造兵士本局は、 東京に移転し、大阪は、大阪造兵士と名称を変更。陸軍省の発足とともに1872年4月15日、大砲製造所と改称した。1870年3月、造兵士は、東京の旧幕府営の関口製造所と、滝野川反射路を管轄とし、それらの設備をもとに、東京工場を、小石川の旧水と判定後に建設し、 1871年に加工所が創業、翌年には重工所、大宝修理所の作業が開始された。後に、板橋火薬製造所、岩花火薬製造所、重常兵器製造所など、関東の陸軍兵器工場を管波に置いた。この時藩邸内の日本庭園施設を一部残し、1874年以降、明治天皇の行行及び皇族による行刑の栄誉を受けた。 制度的には1875年2月8日、方兵方面本師匠条例による組織改正で、造兵士及び、無こう市を廃止し、造兵士を、方兵第一方面内方兵本省、大方製造所を、方兵第二方面内方兵師匠と解消した。さらに、1879年、方兵交渉条例の制定に伴って、10月10日、 陸軍省たちオツ74号より東京方兵交渉となり、1923年4月1日より施行された陸軍造兵省令によって大阪方兵交渉と合併し、陸軍造兵省下交渉東京交渉と解消した。また、庭園部分は同年3月7日に小石川高楽園として国の史跡及び名称の指定を受けた。 同年9月1日の関東大震災によって、甚大な被害を受けた後、小石川工場の本格的な復旧には多大な、経費が必要なことから、造兵省長官の直轄であった、小倉兵器製造所への集約移転が図られ、1931年から、逐次小倉へ移転が実施された。1933年10月、小倉兵器製造所は、小倉交渉となり、 兵器製造所に加え宝具製造所、砲弾製造所を増設。九百三十五年十月、東京交渉は小倉交渉へ移転を完了し、約六十六年間の歴史の幕を閉じた。交渉跡地は翌年設立した、株式会社工楽園スタジアムに売却され、翌九百三十七年九月、職業野球専用の新球場、通称、工楽園球場や遊園地、 競輪場など一大レジャー施設としてオープンした小石川幸楽園は都立公園として整備され世界的にも名園として知られている園内には現在も法平交渉の遺構がいくつか保存されまた交渉敷地の形状をかたどった記念碑があるひさげり交渉庁、ありがとうございます